みさん、こんにちは。はい。まあ、前回は結構日本代表のフォーメーションだったりとか、まあ、メンバーについてお話聞いたんですけど、まあ、いよいよじゃあワールドカップについて今度はちょっと海外のチームにちょっと目を置いていきたいなって思うんですけど、今回優勝予想されてる、まあ、結構他のいろんなレジェンドの選手たちと対談も確認されてるんですけど、やっぱりフランスが強いんですかね。フランスは気になるかな。2018年に優勝した時にフランスって今までずっと個が強すぎてこうバラバラになってたのね、はい、だけどもう優勝できる力があるのにって言った中でデシャン監督になってめちゃくちゃこうまとまって、まあ中盤で言えばカンテとポグバがめちゃくちゃチームのためにやってっていうので、エムバペも前に残ってて、でベンゼマがめちゃくちゃ調子良くてとかそういうのがあったのでこう優勝した。だけど今大会4年後なわけで、ネーションズリーグもそうだけどそのままのチームが4年経ってるわけ、ある程度ある程度よってなった時に、若い選手がこうどんどん来てる、ね、イングランドとかってその若い選手が経験して今回優勝するんじゃねえかって言われてて、まあ、そういった流れをどうやって組んでるかっていうのも、まあ、今回の大会の見どころで俺はフランスが気になってるの。あんだけ強かったフランスがネーションズリーグでもやっぱ結果出せてないし、4年経ってどうなるんだろうって、うん、で他のチームは、まあ、イングランドもそうだけどもうどん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 こう活性化して強くなってきてて、でブラジルだってあれ若返ってきてるし、そういう楽しみのうちの中でフランスってどうするんだろうっていうのはまず第一のこう気になる存在、うん、で優勝はどこですかって言われたらもうブラジルかなと思ってんのよ。それなんでって、やっぱ2002年から優勝できてなくて、優勝しなきゃいけないっていうプレッシャーの中で2014年、まあ、悔しい思いしてドイツに負けて、で、ね、もちろんさて選手がいろいろ海外出てる中でメンバーも変わりつつある中で経験も積んできたっていうのが、まあ、今大会かなと思ってるんで、今回のブラジルっていうのは予選もね無難なっていうか、まあ、普通にというか、うん、苦しむこともなく予選を突破してっていうことを考えたら、あ、ブラジルも面白いなっていうのがあるし、イングランドもそうだね、さっき言ったけどイングランドも若返って今プレミアリーグもそうだけどめちゃくちゃ活躍してて、でそのイングランドが若い選手を使ってきた、うん、大会に出られないとか、もうイタリア出ないんだよそんなこうヨーロッパのすごい強豪がいる中で、じゃあイングランドが経験を積んだ若い選手がここで活躍してる選手とか集まってやっぱ結果を出してきたっていうのは相当気になるし、いっぱいある優勝候補なんで、だけど気にはなってるのはさてフランスとかやっぱブラジルは気にしてます。じゃあ、まあ、ちょっと視点を変えて、うん、まあ、今までワールドカップすごい歴史があると思うんですけど、何気こう優勝してないちょっと注目4カ国があるんですね、うんうん、まずはオランダ、ベルギーで、ポルトガル、でクロアチア。聞いたらもう強いねってみんな思うけど、なんかあ意外に優勝してない、うん、あ優勝してないんだって言った方が俺は強いかも、うん、まあ、優勝してるようなねいいイメージあるし、ベルギーなんてずっとランキング1位で行ってる中でね、なんか優勝できてない、オランダの歴史があれだけあって、優勝してないのって、準優勝はね何度もあるっていうのは、オレンジのユニフォームとかめっちゃ見ますもんね、めちゃ見るし、やっぱり衝撃的だったし、そういうのは俺はイメージがあったから、優勝してないのっていうイメージではあるんだけどね、でその中で、うん、ポルトガル、うん、で最高順位がワールドカップでは3位、うんうん、しかも1966年とか、古いのね、なんで全然ワールドカップではそんなに上がってこないっていうのは結構どういうあれが、難しいよね、もうここで言うとね、クリロナとかがもうみんなが名前を知ってる選手がいる、でも他の選手も名前はあって活躍はしてるわけよ、でその選手たちがやっぱ集まってるわけだけれども、やっぱクリロナに頼ってるところが大きいっていうのは一つあるかな、うん、そこを抑えられたら終わりですとか、確かにメッシもそうだな、だからメッシが優勝できてないっていうのはそういうところで、やっぱりみんながメッシを抑えに行くわけでしょ、でメッシが自由にしてるし、クリノが自由にしてるし、まあ、そこで抑えられた時にやっぱ突破するのはきついんじゃないかっていうのがこの優勝できてない要因の一つかなっていうふうには思ってます。なるほどですね、うん、今回その4つの中でも結構クロアチア
が最近やっぱり結果を残してきてるし、うん、まあ、前回もすごく惜しいところで敗退っていうところもあったんですけど、まあ、その辺福西さんどうお考えですか？クロアチア自体がもちろん、ね、俺98年のワールドカップ、フランスワールドカップで日本が戦ったから、クロアチアってこんなチームなんだって初めて知ったし、でそこからでもやっぱりね、個々の能力、フォワードに取る点取れる選手がいたりとか、中盤で、まあ、モドリッチも言いつつ、こう中盤でもテクニシャンがいたりとか、でディフェンスラインがもう大柄な屈強なやつらがいたりとか、そういうのが組織化されてっていうのはずっとね続いてて、で前回大会ももうチームの、そんな中でもチーム力っていうのがめちゃめちゃ上がってて、もうギリギリの戦いでも勝ってきたりとか、ただやっぱりもう運動量っていうところでギリギリでやられちゃうっていうか、苦しい試合がずっと続いてきたから、あ厳しかったよねとかっていう前回大会もあったりとかっていうのもあるんで、もうこの能力では俺優勝してもおかしくない、チーム力も含めてね、うん、っていうのが、まあ、今続いてるのかなっていう。だからダークホースって言われればクロアチアダークホースだし、うん、だって戦う可能性あるわけじゃん。クロアチアのねグループが F なわけでしょ、で日本のグループが E だから、日本が1位か2位になったら、で向こうがクロアチアが1位か2位になったら、こうクロアチアに当たる可能性もあるわけだし、うん、ベルギーもそうね、グループ F だからベスト16で2018年のリベンジっていうのは俺は本当はしてほしいわけ。厳しいからな、グループ E がやっぱな、ね、ドイツ、スペイン、日本、コスタリカだから厳しいと考えたら、まあ2位狙いだよね。そうなった時にグループ F がベルギー1位であったら、2位と1位が今度ベスト16で当たるわけ、うん、そこを壁を破りたいって言ったのが前回大会のあの悔しさで、ベルギーと当たってくれたらこれリベンジできるよねっていうふうには思ってるんで、まあ、そこもやってもらいたいなと思いつつも、結局その優勝を狙ってるベルギーとクロアチアが同グループにいるわけ、うん、やっぱその切磋琢磨じゃないけど、そういうところでのまあ見応えもあるなっていうのは、まあ、今回ね楽しみの一つではあるかなと思います。グループその E、まあ、結構死のグループみたいなところでは言われてますけど、死のグループってもうね、どこも死のグループっていうか、日本がどこ入ってももうレベルが高いわけだから、ただ単にもうドイツスペインが強いでしょって、優勝候補でしょって言ったグループに入ったからね、まあ、死のグループって言われるのは分かる。でも確かにそれはしんどいよ、だって優勝候補が2つあんだもん。もう確かにそのグループ F に入ったとしてもしんどいですよね。しんどいよ、クロアチア勝てんの、ベルギー勝てんのって、カナダだって今すごい強いし若くて、モロッコだってねアフリカで、力を持ってるわけだしってなった時に、よくどっちしろ、まあ、どっちかいないにしてもきついわけでしょって。ヨーロッパのチームはもうほぼほぼ強いって言われてるわけだし、うん、そしたら日本にとっての死のグループというよりも、じゃあドイツの国とかスペインの国が死のグループって俺言ってないと思う。日本の視点だから死のグループって、まあ、確かに優勝候補2つあるんで厳しいところには入ってると思います。ただね、これどこ入っても厳しいじゃん。強豪国にまず1回勝たないといけないわけよ、うん、でベスト8行きたいわけだから、ベスト16でも勝たなきゃいけないわけよ。だから結果2つ倒さなきゃいけない。だからそれが3になるだけか。まあリーグだったら1戦負けても1勝1分け1敗でいける可能性はあるわけで、そしたらやっぱり強豪国はどっちにしろ2試合は勝たなきゃいけないわけよ、うん、そんなに死のグループかって言われても、俺はそこまで変わらないと思ってて、だって予選の戦い方をうまく戦ってベスト16に行く、その時にやっぱ強すぎたなっていうのは思うけど、まあ、やることに関してはそんなに大きく変わらない。強豪国と戦うのはそんなに変わらないんで、そこまで重く思ってない、死のグループは。なるほどですね。まあでもすごい幸いなことにじゃないですけど、うん、ネーションズリーグが、うん、まあ、今やってるということで、うん、本当に直近でもこの撮影してる直近でもスペインとかドイツがやるんですけど、じゃあそういう、まあ、ネーションズリーグとかやってる中で福西さんとしてはどういうところを、強豪国だったり日本が戦う相手のどういうところを 見ればいいとかって何かありますか？まず一人一人の調子とか力っていうのはまず見ていく。でチームの出来具合っていう、もう見比べていかなきゃいけないんだけど、チームの作り方、まあ、どういうフォーメーションで、まあ、どういったサッカーをしていくかっていうのはもうでも研究はできてるわけで、やっぱそういうのは試合でもネーションズリーグでも見られる。
そしてその時にじゃあスペインとドイツが当たります、これワールドカップのありえんだけど、じゃどっちが優勢な時にどういう戦い方を、まあ、お互いにしてますかと。それも逆もしかりやな。じゃあ日本が戦った時に多分日本よりは両方が上なわけだ、じゃあ上になった時のこうやり方とかってこう見ていけば面白いと思うので、試合の流れっていうのを見つつ、じゃあ戦い方っていうのも見ててもいいかな、うん、向こうもアネーションズリーグ取らなきゃいけないっていうような部分ではあるかもしれないけど、試せることなんで試してるわけよ、若い選手とか、うん、あフォーメーションとか、まあ、交代も含めて、まあ、そういう立ち位置とかその大会がね、うん、っていうことなんで、優勝は狙いつつも試せるところは試してるんで、そういうのも見ていけばいいんじゃないかなと思います。確かにそういう試合実践というか、実践の経験が直前に詰めるっていうのは結構ヨーロッパのそういう人たちはいいですね。だから始めたんじゃない。だからヨーロッパのチームと試合組めないからね、日本は。今回の遠征だってそうだし、前回の6月の試合だってそうだし、もうヨーロッパネーションズリーグがあるんで試合組めないから、他の大陸の人たちは組めない、そのデメリットというか試せないっていうのは少し影響はあるんじゃないかなと思います。まあ、いろんなそういうワールドカップでの雰囲気だったりだとか、まあ、次の動画では聞いていこうかなと思うので、はい、はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。